さあここで準々決勝ラストの試合ですかね、見ていきましょう。高広椿対イタチバレット。イタチさん最近結構確か来てくれてる新しめの人なんですが、さあこの間の同キャラ 5-on-5 では、たくさんの信者を作ることに成功した高広さん、劇的な勝利っていう、ただ運が良かっただけでたくさんのファンが増える、それが高広さんの強いところです。さあ全国何人いるか知らないけれど、高広ファンのためにここは頑張ってほしいところ。さあレギュレーションとかは発表されて、最近いろんなゲームに浮気気味だった高広さんもそこそこやる気を取り戻してるんで、なかなかに強いですよ今は、割と真面目に。さあまずは一本高広椿が通っていく、次うわーうわー暴れ回りましたね。三振やりしっかりお仕置きされてるが、やっぱ上見てますねこいつ。コマミス下手くそか、やっぱダメだこいつ。俺もちょっと高広信者みたいなこと言っちゃいましたね今、完全に失言でした。さあ冷静にガード、下手くそ。あとここでバレットがドッカン、こっからどうするか、飛び通したな、しっかりしてましたね高広椿の勝利です。次準決、さあ準決勝第2試合見ていきましょう。カード忘れた心得たい高広椿、カード忘れたさん、試合前にこんなコメントをしていました、三決だろうが決勝だろうがどうせガーフンできないキャラだからここで決めておきたいと、ここで何としてもガード不能を決めておきたいとおっしゃっておりました。がどうなる、最近そこそこここの予選の経験値を貯めている高広さんだが、五郎さんとの対戦経験は正直あまりないのではないでしょうか。この男はキャラパワーだけではないぞ、バンカー、さあ前させないぞ、クナゲ向けて、これは鋭い逃げ暴れ。さあダッシュの速さを利用して寄りたいところだったが、ここは椿側がとがめていく、暴れ潰しからオーバードライブ、ここがつながらない、愛されている、愛されてる、愛されてるわ、やっぱり寵愛を受けたキャラは違いますね、恐ろしいことやの。さあ気を取り直して第2ラウンドですが、画面端はここの画面を詰めて、火球の使い方がちょっとうますぎませんかね、これは逆に投げてる、重力の受け身不能時間パないですね、これ重力っていうかグラビトン。さあこれは攻めてるな高広椿、飛び落としてスイッチ知っていた、あー飛んでた、これはこのここでコモミスだ、状況は高広が泳ぎます、悪いことに分かれない、あたた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 たから走って平井心が面倒だぞ、飛んできた、ここまで暴れてバースト強要スーパードーン勝利したのはカード忘れたところです。さあ3位決定戦見ていきましょう、流星対高広。椿先輩、結構椿カルルいい組み合わせっぽいんで期待できますね、見ていきましょう。開幕はボランティア当たってしまう、
ジャンプシーン、カウンターヒット通していく。高広椿がここでいい位置につけて、ちょっと崩れしまう。流星早めにバースト、ボランティアが飛んできて、ポーコ、これはうまいこと追っ払っているが、ここで捕まると思いきや槍でかわして 1-2-3 入れっぱつぶしの立ちからの、だから崩して落としてまだ入ると、リーシがカウンターヒットしている。リュウセン何か出してたんでしょうね、技が漏れたしょうがねえ。次行こう、次切り替え。さあこのラウンド気持ちよく取っていった高広椿ですが、このラウンドはどうなるでしょう。さあね、今どんな気持ちみたいな感じですげえ動いてましたが、丁寧で飛ばせて落としていく。ここ、これはなんか出てましたね。しっかり飛んでかわして、無理よ。カンタービルで足元を救おうとしていましたが、難を逃れてまたがめ足。今の二栄対空はうまい、結構入りますね。 1-2-3 もうここは潰して独身追加 1-2-3 宣言風で落として、ブリオンは潰して風フェイタルカウンター、なんつーラストだ。つーわけで最後はタメヒロさん、おめでとうございます。